こんにちは、デリッシュキッチンです。鶏肉とさつまいものテリテリ炒めを作ります。さつまいも1本は食べやすい大きさに切ります。水にさらして水気を切りましょう。耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、600ワットのレンジで4分加熱したら粗熱を取ります。ピーマン2個は半分に切り、種とヘタを取って食べやすい大きさに切りましょう。鶏もも1枚も食べやすい大きさに切り、片栗粉を大さじ1をまぶしておきます。フライパンにごま油大さじ2を入れて熱し、鶏肉を入れ中火で全体をこんがりと焼きます。さつまいもを加えて2分ほど炒め、ピーマンを加えて油が回る程度にさっと炒め合わせます。酒大さじ1、砂糖大さじ1、醤油大さじ1と2分の1を加え、とろみがつくまでさっと混ぜ合わせ、器に盛り白いりごまを散らしたら完成です。